どうもお疲れ様です。7月28日朝6時の相場解説になります。まあ最初に申し上げておきますけども、今日は取引に向かない日でございます。今日果敢に取引をしようとする人ってのは相当センスがない人か、もしくは相当な上級者です。もちろん専業でやってる方だと思いますけどね。で、私の場合は FX が取り立てで専業ってわけでもないですしね。まあ専業といえば専業なんですけども、まあけど難しい日はやらないことによってリスクを抑えたいっていう考え方ですから、今日はやりません。やりませんけども、だからといって放送しないわけにはいかないんで、なんでねやらないかっていう理由をちょっとね、今日は時間をかけてお話ししようと思います。まず取引に向かない事情なんですけども、材料なんですよね。材料見てみましょうか。どれだ、はい、こちらですね。今ご覧いただいているのが金曜日、今日の材料なんですけども、日銀の展望レポートが重要度3つで控えてます。それから日銀の金融政策決定会合があって、植田総裁がね15時30分から話すんですよ。当然その間相場は荒れに荒れまくります。で、今でもね相場荒れてるのはご覧いただけると思うんですよ。例えば1時間軸ですけども、ご覧ください。ずっと安定した下落だったのに一気に上昇して一気に戻ってきたでしょ。暴れまくってるわけですよ。こんな時にトレードできるわけないよっていうふうに思わないと、まあいけないでしょうね。見分けがつかないってことになります。よく私FX の相場を船旅に出会い、例えたりするんですよ。で、全く風もないし波も起きてない状態だと旅ってのはものすごくゆっくり進むことになります。船があまり動かないですからね。かといって風とか波があったとしても、嵐のような時では遭難してしまうんですよ。今がまさに遭難している状態です。で、風とか波が少ない凪の状態っていうのは、こういうふうに上下の動きが少ない時ですよね。あんまりないですけど、こういうところとか、こういう時も上下の動きがないと利益って出せないじゃないですか。だからちょうどいいぐらいに動いてる、まあそんな時をね狙って勝負するわけなんですよ。だからこういう今丸をつけたところは利益が取りやすいですよ、テクニカルが働きやすいですよっていうことなんですよ。実際ここでは利益を取る部分ってたくさん紹介しましたけどもね、今週も儲けるわけでしょ。でもここはもうランダムに動いてるわけですよ。どっちかっていうとランダムというよりも正確にはファンダメンタルで動いてるんですけどね。でもそのファンダメンタルは予測できないぐらいの大きさになっちゃってるわけですよ。まあこれが予測できてる人ってインサイダー情報が入ってる人じゃないですか。まあ私たちにはとても無理ですね。これはヘッジファンドでもできないですよ。ということなんで、今日は取引に向きませんっていう話です。もう一回材料見てみますよ。ざーっとあってね、ほら植田総裁が15時半に喋るでしょ、で先ほどの2つってのはいつこの報道があるか分かんないんですよ。まあ15時半までみっちりあるでしょうけどね、その間に情報が小出しにされる可能性もあります。それから21時からアメリカでバンバン材料が出てくるわけですよ。だから夜に向かっての買い控え売り控えも考えられますんでね。まあ今日はそういう難しい材料が目白押しですから、特に強い材料が目白押しなんでね、割り切ってやらない方がいいと思いますよ、こういう日は。相当な上級者だったらここでね利益を上げたりとかできるんでしょうけども、金曜日今日みたいな状況の時にテクニカルで勝負しようとする人はテクニカルのセンスがない人だというふうに思います。ですんで金土日と3連休をお過ごしください。それでは追加放送はするにしても夕方に一発ぐらいになると思います。今日は私の追加放送ほとんどないと思ってのんびりお過ごしください。それではね、またFX オリガルヒの方は明日のまとめの方でお会いしましょう。それから今日どうしても FX やりたい方は夏季講習の90分の動画を見てください。夏季講習の動画、 FX オリガルヒの方は無料ですけども、速稼塾限定動画のご覧の皆様はね19,800 円で、参加していただいたこちらですけども、まあアーカイブなんでね1万円での販売にしようかと思います。今日から販売をしますんで、ぜひねお申し込みメールでいただいて1万円振り込んでいただいたら動画の方90分 FX オリガルヒこちらの方をお出ししますので、そちらの方で土日勉強してみてください。必ず力になると思います。それでは。